資産運用、土地活用の目的。資産運用、土地活用をお考えのお客様、お客様のケースはどのケースでしょうか。我々アイムホームが資産運用、土地活用を始めるお客様の動機を大きく3つのケースに集約しました。お客様ご自身のケースに当てはめて考えてみましょう。いずれのケースも動機は大きく違っても共通する大事なポイントは同じ。土地を活用した収益物件が長期的な安定収益を持続的に確保できるかどうかが重要なポイントです。土地活用を成功に導くために、アイムホームには土地活用プランとして賃貸マンションプランのフォーウィッシュ、民間向け戸建て賃貸住宅ランドスター、基地周辺を中心としたエリア限定の外人住宅運用プラン、また事業用借地としてのディベロッパーが介在する商業施設運用プランなど、お客様の保有する土地の周辺環境を実際に調査し、どのプランが一番お客様に適しているのかをご提案いたします。成功する資産運用1、市場調査に基づいた収益物件のコンセプト作り。アイムホームが考える資産運用を行う上で最も重要なポイントは、市場調査に基づいた資産運用プランを作り上げること。お客様の保有する土地の周辺環境によって収益の設定プランは異なります。調査に基づいた客観的なプランニングからスタートすることが初期段階において最も重要なポイントです。成功する資産運用2、入居者層の絞り込みと物件のプランニング。どの入居者層が最も安全で収益性が高いのかを検討する。周辺調査に基づき他の競合物件状況、収益性の検証を実施した上で入居者ターゲットの絞り込みを行います。物件のプランは単に周辺物件に合わせるのではなく、ターゲット層のニーズを十分に把握したものでなければなりません。成功する資産運用3、競合物件に勝つ差別化提案。不動産投資は競争の激しい市場です。どんどん新築物件が作られていく一方で、似たような外観内容の物件は入居者に飽きられ、やがては収益性の低下を招き、淘汰される結果を招きます。収益率を高めるためには、室内空間のデザインや間取りだけではなく、備え付け設備の機能性などで競合物件を上回り、常に選ばれる工夫や仕組みが重要となります。成功する資産運用4、高い収益率に基づく投資リスクの軽減。多くの不動産投資をお考えのお客様がよく陥りがちなのは、稼働率を一番に考えてしまうこと。もちろん稼働率は不動産投資を考える上で非常に重要なポイントです。しかし稼働率ばかりを気にして投資の回収に25年30年とかかるよりも、10年、最長でも15年以内で投資を完結する方がよっぽどリスクは軽減されます。つまり不動産リスクで最も検討すべき重要なポイントは、投下資本を回収する期間リスクの長さであり、稼働率だけでリスクを軽減できるものではありません。アイムホームの投資商品は実質の運用利回りが 10% 前後の高収益、基本回収期間は10年から15年と、投資リスクが大幅に軽減されたラインナップです。賃貸住宅経営は長期にわたる事業だからこそ、本当に信頼できるパートナー選びが重要となります。
私たちアイムホームは3つの基本姿勢でお客様の大切な資産運用をトータルでサポートいたします。お客様の幸せを第一に考える。まずは私たちアイムホームにご相談ください。